ベーザー側から見たヘクスター。画面右手の2本の先頭がヘクスターの象徴的、建造物である聖、キリアーンに境界。中央やや左寄りのボンネット型の屋根の塔は、ヘクスター視聴者ヘクスターは、ドイツ連邦共和国ノルトラインウェストファーレン州、デトモルト行政管区に属すヘクスター軍に属す、小さな中規模都市であり、同軍の軍長所在地である。 ヘクスターは、オストベストファーレン・リッペ大学がある、大学都市である。本市は、ベーザーベルクラント中央のベーザー川沿いに位置し、パーダーボルン大主教領に属していた。ヘクスターの歴史的名称として、ホクサーやハクセリアの表記がある。ヘクスター近郊に位置するコルバイ修道院は、2014年に正式名称、コルバインのカロリング機、ベストベルクとキビタスとして、 ユネスコ世界遺産に登録された。この旧ベネディクト会修道院は、カール大帝の息子であるルートビヒケーケン王の同意を得て822年に創設され、中世初期にはヨーロッパで最も重要な修道院の一つであった。ベーザー川に直接面した古い修道院施設は、ほぼ完全に保存された、カロリング町時代のベストベルクが特に優れている。 ヘクスターはノルトベストファーレン州の最も東の都市であり、ゾリングのすぐ西側、トイートブルクの森、エッケ山地自然公園の東園部オーバーベルダー、ラントの東側にあたるホルツミンデナーベーザータールに位置している。最も東の地点はシュターレ地区である。地域の大部分はベーザー側の西岸に位置する。ベーザー側の東岸に位置するのはリュヒトリンゲン地区と ヘクスター中核宿前のベーザー側に突き出した半島上のブルックフェルトだけである。ヘクスターの東はニーダーザクセン州に属するゾリングである。地域南端のゴーデルハイム付近でネーテ側がベーザー側に交流する。ヘクスター中核宿ではボラーバフ派川、グルーベ川、シェルペ川がアルバクセンではザウマー川がやはりベーザー側に流れ込んでいる。 地域の北側は496メートルのケーターベルク山頂にまで及ぶ。これに次いで高いのがベーデクセンの北にあるシュトローベルクの394メートル、ヘクスター中核区の南西にあるクレーケラーベルクの368メートル、ボッセボルンの南にあるシェーレンベルクの346メートルである。最寄りの大都市はパーダーボルン、ビーレフェルト、ハノーファー、ゲッティンゲン。 カッセルである。地域の岩盤は、主に中世代のデロ岩、ドロハイイは石灰岩、砂岩で構成されている。これらの体積岩は、1000メートルから1500メートルの厚さがある。これらは、地質学的時代の経過とともに流起し、数多く暗部、盆地、地高、地類、小さな地界に分断された。さらに深くは、古生代の岩層でできている。 ベーザー川やその西岸支流の川谷では、氷気の脆い岩が硬い仮想岩盤を覆っている。ベーザー川の谷や、その横谷の砂や歴は、地下水の良い流路となっている。オーバーベルダーラントには風化した石灰岩の土地が広がっている。主な特徴は、森の下にあるレンジナやレンジナ菓色土である。小さな斜面や盆地では特に、 オードから深くにまで達するシルトローム室のプラブラウナードンが広がっており、収穫量の多い農耕地として利用されている。狭い範囲で大きな変化がある地域では森林利用が主であり、起伏がある地域では緑地利用や工作は行われていない。ベーザー付近には新しいスナイコールローム室の河川堆積層があり、褐色のオーンボダンが形成されている。 この付近の洪水が滅多に起こらない場所では農業が営まれている。ヘクスター市の地熱分布、ゾリング丘陵の流起とベーザー川がこの地域を特徴づける地形である。川はヘクスターの市境付近ではブンター島とムシェルカルク島との間を絵角に曲がりながら流れている。隣接するホルツミンデン付近では川は丘陵の中心部から離れており、 ムシェルカルク地域を流れている。ベーザー川の西側では、高度差200メートル以上の急勾配を持つ貸し平地が形成されている。また、ツーゲンベルク付近のラーベンクリッペンやロイシェンベルク、付近のプリンツェシネンクリッペンといったクリッペが見られる。ここでは、例えば、ラントブナの森のような価値の高い森林植生が栄えている。こうした山の背後は、起伏がほとんどなく、 一部は集約的に農業に利用されている。これに対してベーザー川東岸は比較的緩やかにゾリングへと登っていく。オーバーベルダーラントとゾリングとの間でベーザー川は幅約1キロメートルから3キロメートルの谷を形成し蛇行している。その川砂利は様々な粒手に分けられる。ヘクスター中核宿の住宅地は1950年代以降、 ツイゲンベルク、ロイシェンベルク、ビーレンベルクの三つの異なるムシェルカルク等の斜面で盛んになった。ツイゲンベルクとロイシェンベルクの頂は谷面から約200メートル上にある。これよりも小さいビーレンベルクの南斜面には価値の高い白身の矢部が残されている。二つの古い放置された採石場がここがセメント製造に利用されていたことを物語っている。 市の北側に位置するロイシェンベルクの南斜面はバインベルクと呼ばれている。中世の温暖期に、ここでコルバイ修道院によるワイン製造のためのブドウ栽培が行われていたためである。ヘクスターの地域は、地熱ゾンデによる地熱源やヒートポンプによる地熱採取については、良好から極めて良好な状態にある。クライネミッテルシュタットに分類される。 本市の面積は157.9平方キロメートルである。南北軸の最大長は約21.7キロメートル、東西軸のそれは約13.7キロメートルである。ヘクスターは北は陸で、北東はザムトゲマインでボーデンベルダーポレ、東はザムトゲマインでベーベルン及びホルツミンデン、南東はザムトゲマインでボフチェン、南はベーベルン源ン。 南西と西はブラーケル、西はマリーエンミュンスターと境を接している。ヘクスター市の地域は12の地区と中核地区から構成される。すべての地区に地区委員会が設けられている。この委員会は自然体の統一的発展を損なうことなく各地区の問題処理を委託される機関である。この他にヘクスター中核地区を除く各地区に 市長近い行政権限を確約されている地区行政機関が置かれている。地区行政機関を指導する役職は市議会議員の任期に合わせて地区の住民から名誉職として委託される。12014年12月31日現在775年にカール大帝が率いるフランク族の軍勢が現在のヘクスターにあたるベーザー側の都市地の両岸を制圧した。 この戦略上重要な地点を防衛するために多くのザクセン人が死亡した。入植地ハクソリ、後のヘクスターは新たに創設されたコルバイ修道院に皇帝ルートビヒ経験をによって822年に寄贈された。この集落はブレーメンからカッセルに至る当時の幹線道路やヘルベークと呼ばれる東西を結ぶ道路沿いの交通の便が良い場所に位置していた。 1250年にヘクスターは都市圏を授けられ、1295年からハンザ同盟に加盟した。30年戦争でヘクスターは甚大な被害を受けた。1634年のヘクスターの地よくみでは、長い防衛線の末に1500人以上の住民がカトリック同盟軍の兵士に殺害された。その後この町は衰退していった。 1819年頃のヘクスター・ヘクスターは、1792年から1803年までコルバイ司教領主の首都であった。その後本市は、1803年から1806年まではナッサウオラニエン家、1807年からベスト・ファーレン王国に属した。1813年に、ヘクスターはプロイセン王国に敗戦した。1865年に、 ブルワリーが創業した。1908年にヘルマン・クレー・ケラー醸造所と命名され、1915年からはヘルマンオットー・クレー・ケラー醸造所と称したが、1970年に廃業した。1865年、ベストファーレン王立鉄道会社のアルテンベーケンホルツミンデン・クライエンゼン・ブラウン・シュバイク線及び、ブラウン・シュバイク広告国有鉄道の ブラウンシュバイク南線がこの街を通ったことが経済的飛躍をもたらした。この路線はベルリン、ブラウンシュバイクとルール地方とを結ぶ重要な接続路線であった。1945年以後の数十年間、ドイツ分割により、かつての伏線幹線鉄道はその重要性を喪失し、交通の流れは南北方向に転換した。1956年に、 かつての製材所の敷地に700席を超える観客席がある映写ホールを持つ映画館、レジデンツフィルが作られた。1975年にヘーベルとシュリンカーがこの映画館を引き継いだ。1979年に2つ目の、1982年には3つ目の映写ホールが増築された。1999年12月にレジデンツ映画館は閉鎖され、 私立ホールに改築された。戦後最大のこの街の悲劇は2005年9月19日の朝に起こった。歴史的な視聴者のすぐ隣の家で自殺者が900リットル以上のベンジンを爆発させたのである。この事故で3人が死亡し、100人以上が負傷した。家の爆発から約1時間後に災害警報が発令され、ヘクスター軍、ホルツミンデン軍及び ドイツ連邦軍から何百人もの救急隊がこの町に出動した。内市外全域が巻き添えとなり、復旧工事は1年経っても完了しなかった。例えば、隣接するキリアン協会は2007年10月31日に、ようやく損害箇所の片付けが終わり、再び使用できる状態になった。また、事故の直前に鉛の腐食のため修理されたばかりであった。 文化財のバロックオルガンは、激しい汚れと損傷のために一部を移動させなければ、ならず、2008年4月6日にようやく最初のコンサートが再開できた。ノルトベストファー練習の地域再編に伴い、1969年に成立したヘクスター軍の新設に関する法律に基づいて、1970年1月1日に、それまで独立した町村であったアルプアクサン。 ベーデクセン、ボッセボルン、ブレンカハウゼン、フュルステナウ、ゴーデルハイム、リュヒトリンゲン、リュトマールゼン、オットベルゲン、オーフェンハウゼン、シュタール、ブルーフハウゼン及びアムトに属さないヘクスター氏が合併して、新たなヘクスター氏が創設された。アムトヘクスターラントは廃止され、ヘクスター氏がその権限を引き継いだ。1971年10月1日、ホルツミンデン氏の一部が、 約100人の住民とともにこの町に移管された。以下の表は各時点の地域内人口と現在の地域あたる地域の人口を示している。1970年までと1987年の値は人口調査の結果であり、1975年からは州データ管理、統計局の公式な研究結果である。 1975年から1985年までは推定値、1990年からは1987年の調査結果に基づく推計値である。各時点のヘクスター市域における人口推移現在のヘクスター市にあたる地域の人口推移ヘクスターの住民は56.5%がローマイコールカトリック、23.7%が福音主義ルター派。 19.9%が他の宗教、または無信仰である。新首都派教会、福音主義自由教会、聖書キリスト教、エホバの証人がそれぞれ教団を有している。ブレンクハウゼン修道院にはコプト聖教会の主教座がある。ベーゲタール通りではモスクが建設されている。ヘクスター視聴者ヘクスターの市議会は44議席からなる。 ダニエル・ハルトマンは2020年市長選挙の決選投票で52.56%の票を獲得して市長に選出された。デトモルト行政官区長官は1970年7月1日付の文書でヘクスター氏に文章使用の権利を認可した。この文章は白色の楼門が描かれている。日本の戦闘の間をつなぐ。 ゴシック様式の破布のもとに大きく開いた門がある。その両側は、橋近くに狭い門がうがたれ、のこぎり壁をいただいた塔を両脇に持つ壁。同じ文書でのぼりと旗の仕様も認可されている。のぼりは、長辺と平行に赤から白から赤で1、3、1に分割された地の上、上部中央に、死の紋章が描かれている。旗は、長辺と平行に赤から白から赤で1、 三、一に分割された地の上、旗竿寄りに、市の紋章が描かれている。これらの町とは、定期的な市民交流が行われている。このほか、1956、57年には、すでに本市のケーニヒビルヘルムイコールギムナジウムは、フランスのアラスにあるリセロベスピエール及び、リセガンベッタとドイツで最初期の姉妹交協定を、締結した。さらにヘクスターは、都市同盟、 新犯罪同盟に加盟している。レジデンツ・シュタット・ハル・ヘクスターでは定期的に演劇の上演がなされている。このシュタット・ハルは2000平方メートルに680席がある。シュタール地区にはかつての石切り場に野外ステージが設けられている。ヘクスター音楽学校のアンサンブル、ヘクスター音楽センターの合唱団、その他多くの合唱団や音楽グループが中核宿や 各宿での音楽活動の場を提供している。旧主席司祭高官、コルバイ修道院広さにヘクタールのクールパルク、ブルーフハウゼンは広い芝生広場、いくつかの立ち木、植え込みからなる比較的簡素な庭園である。私有地にある、やはり広さにヘクタールのグーツパルクブルーフハウゼンは、一般公開されている。西と南は、霧石の壁が公園を囲んでいる。 西の誘導路はプラタナスの並木道である。敷地内には池がある。この公園は約300メートル南にあるクールパルクに接続している。教会の敷地内にある広さ約3ヘクタールのクロスターガルテンブレンクハウゼンも一般公開されている。この修道院の外閣施設はいくらかの流木を持つ広い芝生広場からなる。 広さ3.5ヘクタールのオストベストファーレンリッペ大学学習植物園ヘクスターブ運園は晴天の平日ピルマに開園しており620種類以上の植物がありそのうちの400種が多年生総本である広さ約2.5ヘクタールのパルクアムハウスブルンネンは立ち入りが制限された私有地であるこの庭園は現在古木の基部や中央水槽がある荒廃した 庭園施設である。コルバイ上館庭園は私有地内にある。前提、中庭、墓地は有料で公開されているが、上館庭園本体には入園できない。上館や教会の前にある幅の狭いバラの縁取り花壇を持つ広く手入れが行き届いた芝生広場が見どころである。上館庭園はプライベートに使用されており、庭園の門越しに、 北側部分だけを覗き見ることができる。ヘクスターの土イ施設は歴史的旧市街を取り囲んでいる。かつての都市防衛施設の敷地は全域が公開の緑地公園になっている。この緑地はベーザー川沿いの遊歩道と合わせて旧市街を囲む緑地のリングを形成している。ヘクスターには十四の自然保護地区がある。最大なのは ビーレンベルク自然保護地区とツイゲンベルク自然保護地区がある。前者は1930年に指定された自然保護区でビーレンベルクの高地と南斜面にあたる。アルバクセン地区には鳥類保護地区がある。中核市区ではブリュックフェルトの私立屋外プールと2つのスポーツグラウンドがある。この他に2面の人工芝のサッカーグラウンドを持つヘクスター。 ベーザーベルクランとサッカーアリーナがある。ここでは FLVW のヘクスター軍シニアトーナメントが開催される。中核式には2つのサッカークラブがある。1995年に DJK ヘクスターと VFL ヘクスターが合併して成立した s v ヘクスターはその第1チームがランデスリーガでプレーしており13のジュニアチームを有している。 このクラブチームは2010年に別イルクスリーガからランデスリーガに昇格した。このクラブで最も有名な選手はステファン・マースである。VFL ヘクスターではトーマス・フォン・ヘイゼンもそのキャリアを開始している。フェニックス95ヘクスターは1995年に設立され女子別イルクスリーガでプレーしており3つの女子ジュニアチームを有している。また男子チームは クライスリーがシーに属している。両クラブのスタジアムはベーザーカンプフバーンである。周辺地区には会員数の多いスポーツクラブが数多く存在する。例えば SV アルバクセン、SV ブレンクハウゼン、ボッセボルン、SV フィルステナウ、ベーデクセン、トゥースゴーデルハイム、トゥースリュヒトリンゲン、トゥースリュトマールゼン、トゥースオットベルゲン、SSV ブルーフハウゼン、トゥースオーフェンハウゼン、 FC30 シュターレなどである。フィルステナウ、ベーデクセン、ブレンクハウゼン、ボッセボルン、オットベルゲン、リュヒトリンゲン、シュターレも別力スリーガでプレーしており、最も強いチームは、クライスリーガ A に所属している。本市最大のスポーツクラブは、ヘクスターハンドボール及び陸上競技クラブである。HLC が提供する種目は多岐にわたっている、フィットネスコース、水泳。 アクアビクス、バドミントン、柔道などである。バレーボールでは SV ヘクスターとースリトゥヒする一人間のバレーボール部門が看板クラブである。テニスクラブや卓球クラブは数多く存在する。TB ロートビアスヘクスターは2007年夏にはテニス女子フェアバンツリーガでプレイした。さらに12レーンのボウリング場、2つのミニゴルフ場、1つの乗馬ホール、 ウォータースポーツハウスがレジャーの機会を提供している。コルバイ上間では5月1日のホフマンフォンファラースレーベンレーデでから6月までコルバイ音楽習慣が続く。キリアーニ協会では復活祭と秋休暇との間毎週土曜日にムジークツーアーマルクトツイト水曜日にオフフェネス人間ツーアーマルクトツイトが開催される。精霊降臨祭の夜と大晦日の ナハトムジークバエケルツェン社員もキリアーニ教会で行われる行事である。マリエン教会では毎年1月にインターネットベースのコーラスワークショップが行われている。ヘクスターの年間行事は3月のヘクスターベーデクセンの復活祭の市場から始まる。4月の最終週末はヘクスターのイカダノリと漁師の日である。8月第2週末にはヘクスターブルーフハウゼンで ラウレンティウス祭が行われる。9月の最終週末は、ヘクスターの祭、副総理イリコールマルクトがある。10月の第3日曜日は、ヘクスターのメルヘンの日曜日である。11月初めには、クナイペンフェスティバルホンキートンクが開かれる。最後に、毎年第1アドベントから聖夜までヘクスターでは、大規模なクリスマスマーケットが開かれる。 5月から8月までは射撃祭のシーズンでもある。各地区で多彩な射撃祭が祝われている。ヘクスターで定期的に行われる食に関する行事として、6月のヘクスタークリナーリッシュと4月末のイカダノリと漁師の日がある。これらのイベントでは飲食店やサービス業者が集まり、微妙な料理を提供する。アルンツ・オプティベルトグループ本社19世紀の初め、ヘクスターでは 弊社の拡大とともに、手工業や販売業が発展した。特に重要だったのは、リトマールザー通りとブレンクホイザー通りの2箇所にあった、ポートランドセメント社であったが、それぞれ1925年と1929年に創業を停止した。1827年にヘクスターゴム製品工場、エミール・アルンツケージーが設立され、成型部品、 ゴム被膜の布地やハツケベルトを製造した。1948年以降は V ベルトやハツ毛ベルトの主要な生産者となった。この会社は1999年の組織改革以降、アルンツ・オプティベルトグループの名前で活動しており、全世界に1400人以上の従業員を要している。1857年にフリードリヒ・ゼロングによって設立された紙袋。 袋、医療品入れに特化した印刷会社、アクセデンツーンとフェアパックングスドルケライゼロングは、現在、フリードルゼロング GMBH&COKG という名前で存続している。従業員数400人の工業系企業ベントス、クンストストフ GMBH と並んで、サービス業者のゲトレンケバルトホフが、この町の大きな企業である。これに加えて、本市には、 数多くの中小手工業者が存在する。聖アンスガー病院、ヘクスターには2つの病院がある。1978年に創設され、2005年からベーザー英家・カトリック病院連盟に加盟している聖アンスガー病院がその一つである。この病院は聖ニコライ病院と福音主義キリアーニ病院がその前身である。1937年に建設された。 ライヒスバーン病院の敷地で1940年代から防衛軍病院を及び難民収容所として使われていた建物の跡地に1949年12月6日にアム・ロイシェンベルク病院後のベーザーベルクラントクリニックが建設された2002年以降は神経学及び整形外科学のリハビリテーション専門病院アスクレピオス・ベーザーベルクラントクリニックとして デュッセルドルフに本部を置くアスクレピオス病院グループに属している。中級中心都市としてヘクスター市は約10万人の市場範囲を担っている。歴史的旧市街を中心とした商業の他にヘクスターにはサービス業もある。ベーザー川沿いの地形的に魅力ある場所や歴史的旧市街やコルバイ上館といった文化史的遺産などによってヘクスターは 観光都市としても発展している。鉄道ヘクスターラートハウス病院ヘクスターラートハウス駅は、アルテンベイ県クライエンゼン線の駅である。この路線は、ノルトベストバーンにより、パーダーボルン・オットベルゲン・ホルツミンデンの区間を1時間ごとに、RB84、エッケ鉄道が運行されている。ホルツミンデンからクライエンゼンまでは2時間間隔である。オットベルゲンでボーデンフェルで行き、 ノルトハイム行き、ゲッティンゲン行きに接続する。DB バウライエ643のボンイコールタレント動力車による旅客列車は時速 120km 近い速度で運行している。この他にゴーデルハイムとリュヒトリンゲンに駅がある。かつてのヘクスター駅は中核式の外れのコルバイ修道院付近にあり、車両の入れ替えにのみ使われている。ヘクスターラウトハウス駅の名は 歴史的背景によるものである。すべての公共旅客交通には、パーダーボルンヘクスター近郊交通連盟の、候補シュティフト運賃が適用され、この範囲を超える交通には、NRW 運賃が用いられる。1899年から1933年まで、全長4 8トルのヘクスター、京弁鉄道が運行していた。経営は、 フランクフルトアムマインに本社を置くインドストリーバーンイジーでヘクスター内のセメント工場やガス工場を結ぶ貨物輸送を担っていた。この鉄道はコルバイ修道院付近の港湾施設から現在の通話デューレ産業地区エントラストゥングス通りを通りリュトマールザー通りまで運行していた。デュヒトリンゲンベーザー橋道路ヘクスターは連邦道によって広域道路網と結ばれている。 連邦道 B64 号線が、西は、パーダーボルン方面、東は、ホルツミンデン・ヤバート・ガンダースハイム方面へ伸びている。連邦道 B83 号線は、北はハーメルン、南はカッセルへ向かう。連邦道 B239 号線は、北西のデトモルトに通じている。B64 号線と B83 号線は、ゴーデルハイムとシュタールの間の市街地では、 同じ道路を共用している。最寄りの連邦アウトバーンは、バールブルクインターチェンジを有する A44 号、デトモルトカッセル線である。ヘクスターには、ベーザー川を渡る道路橋がある。中核式のベーザー橋は、ボフ線及びゾリング方面に通ずる。デュヒトリンゲンベーザー橋は、ヘクスターの中心市街地とホルツミンデンを結ぶ最短コースである。B64 号線は、 シタール付近でベーザー川を横断している。船舶、ヘクスターは連邦水路に指定されているベーザー川沿いに一致している。ベーザー川上流の貨物船の航行は第二次世界大戦以降ほぼ完全に機能していないが、旅客船の航行は現在も一定の役割を担っている。ベーザー遊歩道沿いのフロッテベーザーはチャーター船や遊覧船だけでなく、 ヘクスターと上流に位置するバーとカールスハーフェンとの間の定期航路も運行している。さらに、ヘクスターには港があり、主にスポーツボートが利用している。ヘクスター付近のベーザー自転車道自転車道広域、自転車道 R15 線、ハン運転ン,ンからクックスハーフェンに至るベーザー自転車道とエルネス自転車道がヘクスター市内で交差している。 航空ヘクスターホルツミンデン飛行場は、ヘクスター市の北西、約2 5トル、ブレンクハウゼン地区に近いロイシェンベルクにある。日刊誌では、ノイエベストフェリシェとベストファーレンブラッドが、週に6日、ローカルニュースを掲載して刊行されている。漁師のローカル面以外の紙面は、ビーレフェルトのそれぞれの中央編集局で制作される。ヘクスター市では、 テークリッヒャーアンツァイガーホルツミンデンが300部、刊行されており、第3の日刊誌となっている。また、パーダーボルン市教区及び、コルバイ地方では、パーダーボルン軍及び、ヘクスター軍向けの、地方誌、文学、芸術に関する寄稿文を含む、ディーバルテが年に4回発行されている。さらにヘクスターは、地方週刊誌、ウスツム・ゾンタークの配布地区である。 1883年に創設された、フクサリア・エクストラも、ベスト・ファーレン・ブラッド・イコールグループに属す。これは、ヘクスター、ベーベルンゲン、シュタインハイム向けの週刊誌であり、同時に、ヘクスター軍の広報誌でもある。ヘクスターは、西部ドイツ放送のビーレフェルト地方スタジオの放送エリアに属している。また、1991年からは、 ラジオ放送シティフトが放送を行っている。このラジオ局は、この地域のニュースを重点的に取り上げており、広域放送に比べ高い聴取率を得ている。オストベスト・ファーレン・リッペ大学の大学放送局で、あるラジオトリクエンシーは2005年に、ヘクスターで放送を開始した。地理的に、ニーダーザク選ン州に近いことから、北ドイツ放送や、ラジオ FFN、 ヒットラジオアンテナニーダー作戦の放送も受信することができる。ヘクスター区裁判所司法ヘクスター区裁判所はパーダーボルン地方裁判所の管轄下にあり、ヘクスター市、ベーベルンゲンマリーエンミュンスターを所管する。この区裁判所はかつてのホンウッフェルンシ支ン小園にある。この建物が現在の外観となったのは 1594年から1610年の改築にまで遡るが、その起源はさらに古い。ドイツ連邦軍本市で最も重要なドイツ連邦軍の中東地がブレンクホイザー通りのゲネラルイコールベバー弊社であり、その近くにはベーザー川沿いの連兵場がある。ここには1959年から1962年までは第十二装甲的弾兵大隊が、 1985年から1986年までは、第150工兵大隊及び、第210装甲工兵中隊が駐屯していた。ヘクスターには、1987年から第7工兵大隊、1992年からは、第7特殊武器防護大隊が駐屯している。1993年、ソマリアでの第一次国際連合ソマリア活動の、 ための先言大隊が置かれ、後に第二次国際連合ソマリア活動のそれに置き換えられた。1995年にはヘクスター軍でのベーザー側の洪水対応に出動した。1995年と1996年には和平離港部隊の先言隊にこの大隊が力を発揮した。1997年にはオーデルガー洪水に際して、 オーデルショタク地方に出動した。1998、1999年には平和安定化部隊のためにレイジロバッツに派遣され、1999年にはクファーにも参加した。2002年に大隊の一部はコソボへ移動し、さらに不滅の自由作戦に伴ってアフガニスタンに移動した。2002年にこの大隊はエルベ川の洪水と戦った。 この大隊は2005年に特殊武器防護旅団霊下からハノーファーの第一機講士団霊下に改組された。2006年にはリガでのナトーサミットの警備に協力した。隊員数は2007年の850人から1250人にまで増強された。2011年新たなドイツ連邦軍組織体制が構築され、 第7特殊武器防護大隊はそれまでの1190人から約500人削減された。ホフマン・フォン・ファラースレーベン実家学校、ケーニヒビルヘルムイコール・ギムナジウム本市には、総合学校を除く、あらゆる形態の学校がある。地域は8つの基礎家庭学校が分担しており、このうち、ヘクスター、リュヒトリンゲン、オットベルゲンの基礎家庭学校は、 全日制基礎家庭学校群を形成している。本家庭学校は、ヘクスターシュターレ本家庭学校とアムビーレンベルク本家庭学校の2校がある。校舎は2006、7年の学年から全日制の学校として運営されている。 ホフマン・フォン・フェラー・スレーベン実家学校は1952年までは少年と少女のための私立実家学校と称していたが、その創立は1837年にまで遡る。この年に最初の私立高等女学校として創設され、1912年に私立高等女学校に改名された。ケーニヒビルヘルムイコールギムナジウムは1867年に開校した。 リュトマールゼン地区には、私立養語学校のリュトマールゼン護語学校イコール、シューレアム・ハイリゲンベルクがある。この学校は学習障害者に重点を置いており、患者のための付属学校を有している。さらに、上級の学校としては、経済学と経営学のためのヘクスター、軍律補修高等専門学校である、ヘクスター職業補修高等専門学校がある。 2013年12月31日現在、ヘクスターには223人の教師と合計3097人の生徒がいる。基礎家庭学校が1094人、本家庭学校が336人、実家学校が735人、ギムナジウムが881人、養護学校が51人である。オストベストファーレンリッペ大学は、ヘクスターに環境工学、 応用科学、情報学、ランドスケープと環境計画学の教育、研究のためのキャンパスを有している。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。